ラジオネームペケミニ。俺たちは伝えなければならない俺たちの愚かで切ない歴史を。待たせたな。間違いを正して伝えるおちんちんニュースです。ないからね、こういうコーナー。いい加減しろ、本当に。先週の水曜、超一流新聞で知られる東京スポーツの夕刊にこのおちんちんニュースが掲載されました。包茎男子に復権のチャンス。今年は包茎ブームが来るかもしれない。そのきっかけとなったのが、有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ、有吉弘行サンデーナイトドリーマーだ。この番組で有吉はズル向け風俗まんじゅうと呼ばれ、包茎男子が多くを占めるリスナーに対し数々の暴言を吐いてきたのだが、それに耐え忍んできたリスナーからこれまでの常識を覆す論文が持ち込まれたのだ。最近、泌尿器科医の専門誌に掲載されたレポートによると、多くの女性がセックスにおいて包茎ペニスの方が気持ちいいと回答したのだという。挿入時に包皮が膣内の動きをスムーズにし、ピストン運動の快楽に一役を買っているからとのことだ。また医療関係者は、多くの人が包茎について考えるようになったのは有吉さんのおかげだと思います。確かに包皮には多くの感覚神経が集まっているので、切除をしてしまうと本来の快感を得られなくなってしまいますと指摘する。これらのことを多くの女性が認識することで、包茎男子の需要も増えるかもしれない。どうだ、ズル向け風俗まんじゅうさんよ。この通り、今やこの番組は包茎応援バラエティとして認知されてんだ。タコ、皮肉なもんだな。それとな、この日 MX テレビのバラ色ダンディでも注目ニュースの1位としてこの記事が紹介されてな。コメンテーターの蝶野正弘が生まれてすぐに割礼を受けてるもんだから、死にそうな顔してこのニュース聞いてたぞ。おい、ズル向け風俗まんじゅうと蝶野正弘、ガッテンズル向けをやろう。包茎だけ見たらばいいんだよ。I'm natural penis supported by Sunday night dreamer バカ野郎。これネットで見ましたよ。本当にトースポに載ってて、載ってましたね。いや、それは別にさ、包茎が気持ちいいんだとかさ、包茎が人気があるんだとかならいいけどさ、俺のズル向け風俗まんじゅうとかさ、言う出すなよ、恥ずかしいだろ。いや、なんだろうね、すごいね。まあ一応トースポにまで乗りましたから、これ1枚あげときますか。じゃあエンジェルあげときましょう。じゃあパン、なるべくね、このラジオのことは内緒にやっておきます。名前を言ってはいけないあのラジオだぞって言ってるんだもん。秘密にしてるはずなんですけどね。結構バレてきちゃってますね。困るんですよ、本当に。そういうことじゃないんですよ、本当に。ラジオネームね、デビッド・ユーちゃん。有吉さん、一日中 YouTube を見ているという点では、ある意味 YouTuber である僕が最近見た勇気の出る動画トップ3を紹介します。うん、第3位、素手でラーメン食ってみた。ちょっとあれな感じの中学生がカップ麺を素手で食べようとするも熱くて食べれないという動画です。再生回数32回。第2位、大量にもらったポケットティッシュ数えてみた。かなりあれな感じの大学生がこれまでにもらったポケットティッシュの数を数える動画、数えたポケットティッシュの数142個、再生回数22回。第1位、果たして無洗米で無洗ができるのか、完全にあれな感じのおっさんがお米に応答願いますと話しかけて返事が来るか確かめるという本当にヤバい動画、再生回数105回。辛い時や悲しい時に見ると、こいつらよりはマシかという気が湧いてくる、そんな素晴らしい動画が YouTube にはまだまだたくさんあります。皆さんもぜひ探してみてください。 PS、 僕はこのランキングを作るにあたり100本近く似たような動画を見たのですが、途中で本当に吐きそうになりました。頑張りました、あげときましょう。パン、ラジオネームおまっとさんでした。目覚ましテレビの目覚ましじゃんけんに出演をし、目覚ましじゃんけんじゃんけんポンと言った直後、ズボンをずり下ろし包茎チンコを露出させ、俺はチンコを出したので皆さんの負けですと言った。ふと横を見ると手をチョキの形にして、
悔しがっているカトパンの姿が。俺はカトパンに、俺のチンコに勝てるのはあんたのおっぱいだけだと言い残し、その場を立ち去る。明日の生放送、何かが起きる。バカじゃないの。あげとくよ。バカじゃないの。じゃんけんぽんでカドバンがおっぱい出すってことでしょ。ラジオネーム、需要もないのに勝手に供給。ボランティアをしてからオナニー、通称ボラニー。その日僕はボランティアで街に繰り出し、早速ゴミを拾いました。その夜僕はエロサイトで早速おかずを拾いました。ゴミを拾った僕はだんだんゴミ拾いに夢中に、おかずを拾った僕はだんだんオナニーに夢中に、ゴミを拾う手がだんだん忙しくなります。オナニーする右手がだんだん忙しくなります。充実の汗、同じく充実の汗。その時です。急に子供が車道に飛び出しそうに、あ、危ない。その時です。急に精子が尿道から飛び出しそうに、あ、危ない。子供を必死に抑え込みに行きます。チンコを必死に抑え込みに行きます。子供は間に合いました。チンコは間に合いませんでした。親に感謝されました。自分に感謝されました。拍手を浴びました。自分の精子を浴びました。次第に拍手喝采、次第に精子屈災、完全に総裁かき消されました。ボラニー大成功です。一回見てもらいな。徐々に興奮しすぎだぞお前、本当に。あげとくか。